はい、おはようございます兄弟姉妹の皆さん。はい、オンラインで聞いておられる兄弟姉妹の皆さんもおはようございます。はい、今日は四章の10章の話をしたいと思います。今日は四章を語るときに、まあ、とある気持ちが湧いてくるかと思います。まあ、何かというと、例えばこの四章の時代、もう何百年も続いた獅子の時代なのですが、もう社会情勢がどん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 悪くなっていったんですよ。どん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 悪くなるという感じがあったんです。もう読めば読むほどそれが伝わってきます。もう下に下へと下降路線だったんです。もう悪い方向にどんどん悪化していくんですよ、時代が。ある時は勝利があったりする、ある時は神様の救いがある。しかし全体的に少しずつ時代が経つにつれてどんどん悪化していくという感じです。確かに7回ぐらいこういう良くなったり悪くなったりのサイクルがあったんですけど、全体としては悪化してるんです。どんどん悪くなってるんです。でこれはあの悪いサイクルですが、四章全体を見るとどんどん下に下にと下降路線です。はい、この下降路線のサイクル、はい、どのように私たちはこれから抜け出さないといけないか、悔い改めないといけません。もう真の悔い改めがもちろん必要です。そしてもちろん私たちは継続的に悔い改めをしないといけません。はい、ですから今日のトピックは悔い改め続けよう、そしたらこの悪い呪いのサイクルから抜け出せるという、はい、悔い改め続けようということです。皆さん、はい、一回悔い改めると私たちには救いがやってきます。はい、一度の悔い改めで私たちには神の救いがやってきます。しかしこの救いが一時的なものであったりします。私たちが、はい、目覚めるかどうか、完全に目覚めるかどうか、これが一番肝心です。はい、まず1節から5節が第一部です。1節から5節は2人のとてもマイナーな獅子の話が出てきます。とても小さな獅子ですね。1人目はトラで、2人目はヤイルです。はい、はい、彼らがそもそも名指しされていること自体がとても特別です。はい、一人は、はい、ヨルダン川の西側にいて、もう一人はヨルダン川の東側にいる獅子です。ですから最初の獅子、彼は23年間イスラエルを裁きます。で2人目の獅子は22年間イスラエルを治めました。2人合わせて45年間です。はい、この45年の間に何があったか、あまり何もなかったかのような感じです。はい、平和な時代であまり敵もいなくて、あまり攻撃もなくてというような雰囲気です。しかし正確に言えば敵が全くいなかったというわけでもないですね。例えばトラの場合、はい、トラが立ち上がったと書いてありますが、このトラという人はここに書いてあることによると、最初の部分には、はい、イスラエルを救ったと書いてありますね。イスラエルを救うと、はい、平和な時代いつも神様についていくチャンスをつかみ続けなければなりません。もう敵がはっきりとした敵がいないような時代であったとしても、はい、私たちはどうすればいいのか、はい、平和な時をしっかりつかまないといけません。平和な時こそ神様を知る、そして神様についていくというのをつかまなければいけません。しかしこの2人の獅子を見てみると、いや、これは特別なんですよ。はい、トラという人が名指しされています。この人のお父さんの名前とおじいさんの名前が出てきます。しかしこの人自体は何をしたのかということがほぼ書かれてないんですよ。
でもう一人はギルアデのヤイールという人が出てきますが、このヤイールという人も具体的に何をしたかというのはほぼ書いてないんです。とにかくこのトラという獅子が出てきて、この人のお父さんとおじいさんの名前は出てくる。で次にヤイールは逆に息子たちの話が出てきます。ところがこの2人自身の 何をしたかという、どのような苦しみがあったか、どのような苦難があったか、どのような祈りをしたかとか、そのようなことが一切記録されていないのです。私たちのうちのほとんどもこのような体験をしてないでしょうか。神様は確かに私を救いました。しかし良い時、平和な時は自分で勝手なことばっかりします。何も問題がない時は。ですからこういうことができますね。彼らの時代にはほとんど苦難もなかった、試練もなかった、祈りもなかった。しかし同時にこの平和な時代には神の霊もなかった。なぜなら神様の霊が彼らに下ったという記述がないんです。またさらにこの時代、この2人の時代は何の行動も記録されていません。ですから思うんですよ、はい、何も良いことや悪いこと書かれてないんですが、それでも彼ら自身は自分の仕事に忙しく打ち込んでいたはずです。神様の働きではなく自分の働きに打ち込んでいるはずです。私たちもそうですね。毎日自分のことで忙しいですね、はい、神様のために何もしなかったかというと、まあ、そうじゃないはずです。では神様は私たちをどのように見ているのでしょうか。はい、この2人の獅子に関しては結構長いことイスラエルを治めていました。しかし神様の霊が彼らの上にはありませんでした。じゃあ彼ら何をしたのか、はい、もちろん、はい、彼らに、はい、ヤイルは30人の息子がいたとそう書いてありますね、はい、ヤイルには30人も息子がいた。たくさん妻やそばめがいたことでしょう。だからものすごく彼には時間かけて30人も息子を産んだはずです。もうたくさん彼らのこと教育してどうのこうのというそういうことがあったはずです、はい、30人の息子の名前全員一人一人覚えてるかどうかも定かじゃないですね。いや私の場合息子2人しかいません。ところが時々2人をごっちゃにしたりします。ですからこのヤイルという人30人も息子がいて全員名前を覚えてるのかなと思ったりします。しかもこの30人の息子にはロバがいますね。一人一人30頭のロバがいます。まあ、ロバというのは当時の移動手段です。この獅子の王時代中東においてロバが移動手段です。で30の町もついでに彼らは持っています。はい、このヤイルという獅子、この人はなかなか裕福な人です。ものすごい偉い人です。だから30のロバと30の町を彼は抱えております。そして30人の息子がいます。ところが神様の目にはこの人は何もしてないということになっています。しかし実際この人はものすごく忙しいはずですよ。30も町を持ってるんです。もう30の都市を所有している人です。だから想像できるはずです。私たちの香港の地区は18地区だから18の町があるということができますね。もう毎日この18箇所のためにバタバタ走り回っていろんなことをしないといけないですね、香港の政治家は。しかし神様の目にはこのヤイルさんは主のためには何もしなかった人ということになってるんです。敵はいなかった、攻撃がなかった時代。ところがこの人たちは自分たちのことで忙しかった、そんな状態で時間を過ごしてしまったんです。この時代イスラエル人たちは神様について行っていませんでした。神様を追い求めていませんでした。じゃあ何をしていたのか。多くの人々はただ単に恐れで何かをします、あるいは欲望で何かをします。いやこうなりたくない
からこれをする、そのような行動を取ります。あるいはこれが欲しいから、はい、これのために時間を使うという、はい、何か神様の導きがあって決断してるわけじゃないです。神様と一緒に境界線を設けてるわけじゃないです。神様はいや欲張っちゃいけない、また殺しちゃいけないと言ってます、また盗んではいけないと言ってます。はい、これらのことは全て私たちの欲望に関することです。しかし神様についていかない、人々が神様についていかない場合、私たちは自分の本能にばかり従ってしまいます。例えば、はい、30人息子がいる、もちろんじゃあ30の町を治めさせているのだから30の息子に、うん、じゃあ香港の親もそうだと思いますね。特にものすごく金持ちの香港の両親はそうですね、3人子供がいるなら、じゃあ可能性としてはあなたお金持ってるなら3人のために1つずつ不動産を買い与えて分けますね、3人のためにもういろんなことをやってからは助けます。彼らが、はい、あまり残りの人生負担に感じないように、はい、いろいろ彼らのために、はい、いろんなものを買い与えたりしますね。まあ、どういうことかというと、私たちはよく自分の考え、はい、自分のやり方、こればっかりやりがちです。はい、平和な時、はい、苦難がない時、なかなか人間は しっかり神様に近づくことができなかったりします。自分の肉にばかり従っていたりします。すると欲望が今度は出てきます。自分の欲が前に立ちます。すると偶像のとこに行っちゃうんです。するとさまざまな偶像のところに行って、ああどの偶像がいいかな、どの偶像が一番得になるかなと思ってしまいます。はい、6節から14節いきます。はいはい、もはい、このようにはい、のんびりしすぎてるとどんどん神様から離れてしまいます。はい、6節、イサヤの頃は再び主の目に悪であることを行い、モルモのバーリア・シトルテ、アラブの神々、シドンの神々、モアブの神々、アモンの神々、ペリシテの神々に仕えた。こうして彼らは主を捨てて主に仕えなかった。はい、どういう意味かというと、 いろんな偶像を彼らは拝んだんです。はい、ここに書いてありますが、はい、7種類の偶像が登場します。はい、完全な滅びです。から神様に仕えなかった、で7つの偶像に仕えた。神様は彼らを救うための神様であり、救い以外は関係ないということですね。日頃は神様のことはどうでもいいんですよ。救ってもらうとき以外は彼らが欲しいもの、そればかりが大事です。もうさまざまな偶像たちがさまざまな特典を彼らに与えてくれる、さまざまな約束を与えてくれるという、はい、彼らは私を騙すのに、しかし私たち人間は、はい、そういう偶像になぜかついていってしまいます。なんでついていってしまうのか、なんでこんなことをしてしまうのか、なぜなら私たちが、はい、苦難に遭ってないから、もうのんびりしてしまっているからです。はい、何の苦難もないとき、もうただ単に自分の好きなことだけをしようと思ってしまうからです。ですから、はい、時々、まあ、私も思うんですよ。いや、神様やるのすごい大変だなってつくづく思います。いや、神様も、いやあなたが敵にやられたら助けてあげるんだけど、でも日頃はあなた勝手なことばっかりするじゃないか、もう大変な時だけ私のところに来るじゃないか。いやもちろん私を求めてほしいんだけど、じゃあ神としてどうすればいいかなと、よしじゃあ苦難与えようかということになります。いやだって苦難の時しか私のところに来ないんだから、他に何ができるんだよという感じです。じゃあ平和な時、数十年間平和を与えたのだが、私をさらに愛するということをしない、じゃあどうするか。神様私たちを愛しています、でも同時に私たちのこと怒ってる、こういう時はどうするか。じゃあダビデの時と同じですよ。
はい、困難な時にあるこう状態が大変になればなるほど、もっともっとダビデは経験になっていきました。でどん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 のんぼりになれば逆が起きましたね。大変な時は詩編を書いていきます。しかし王様になるとちょっとわんぱくになりました。じゃあ神様はダビデをどうすればよかったかというと、どうしたんでしょうか。ダビデが苦難に遭う時、神様はしっかり彼はつかみます。しかし平和な時、彼は姦淫を犯します。彼は他の人の奥さんに手を出し、その奥さんの夫を殺したりしました。いやー、神様やるのって大変なんですよ、はい、私たちも知るべきです、はい、理解するべきです。神様に祝福してもらいたいか、あるいは神様にしつけてもらいたいか、これは自分で選ばないといけないんですよ。私たちの苦難の時、私たちは神様をつかみます。しかし逆に平和な時、もう何もかもスムーズにうまくいってる時、はい、そういう時神様をどう扱うのか、そんな時も神様にちゃんとついていってるでしょうか。大抵平和な時こそ神様に罪を犯しがちです。しかしイスラエルの間違いを繰り返しすべきじゃないです。イスラエル人は平和な時、のんびりな時ほど神様を離れてしまっていたんです。例えば私の夫婦キャンプで、夫と妻が一つの口座共有するという話をしました。はい、いつもいつも私たちは透明であるべきである、何もかもお互い見えてる状態であるべきだ、だから一つの口座を持つべきだ、なぜなら夫がたくさんお金持つとやっぱり悪いことしちゃいがちがしなんです。不倫したい時とか、はい、例えば2番目とか3番目とか女を作りたい時、お金をいっぱい使っちゃいます。はい、車が欲しい時もお金をパッと使ってしまいます。はい、車をキープしたいとき、あるいは2番目愛人を作りたいとき、お金が必要になりますね。だから夫にあまりお金を与えすぎてはいけないんですよ。だから夫婦というのは一つの口座を共有すべきなんです。いや、もちろん、まあ、男がみんなそうだとは言ってませんよ。もちろんお金持ちだけど、はい、妻に忠実な夫は確かにいますよ。しかしイスラエル人を見てみるとちょうどこんな感じなんですよ。たった今ヤイールという獅子が出てきました。このヤイールには30人の息子がいました。この人にはたくさんの奥さんがいました。たくさんのそばめがいました。ギデオンのようです。ギデオンにもたくさんの妻やそばめがいっぱいいました。はい、とある地位まで行くと、もう何もかも自分がやりたいことをやってしまう。人間がそんなもんです。しかしイスラエル人は平和な時、彼ら神様を捨てました。ですから、はい、自分に、はい、ちょっと質問するべきですね、私たちも、はい、どのように私たちは生きるべきでしょうか。はい、今日からじゃあわざと苦難な方向行こうか、そしたら神様をつかめるからと。じゃあ平和な時は私たちは神様をちゃんとつかもうとするのでしょうか。神様に平和な時でさえも神様にしっかりついていくなら、この悪いサイクルから抜けることができます。そうでないと神様は私たちの、はい、私たちの負い目を数えてしまいますよ。はい、11節にで主はイスラエルの子らにこう言われます。私はかつてエジプト人、アモリ人、アモン人、ペリシテ人から、またシドン人やアマレク人、マオン人があなた方を虐げて、あなた方が私に叫んだ時、あなた方を彼らの手から救ったではないか。はい、ここで私たちは7つの民族を見ます。でこの7つの民族がイスラエルを今まで虐げてきた。しかし私はあなたを彼らが救ったのに、あなたは彼らの神々を拝んでいる。
でもだからお前のことなんかどうでもいいって言ってます。はい、彼らが平和になればなるほど神様から離れていってしまっています。で3つ目ですが、はい、行動を伴った悔い改めが神様の怒りを鎮めます。はい、行動を伴った悔い改めが神様の怒りを鎮めます。ですからついに、はい、15節、イスラエルの子らは主に言った。私たちの罪を犯しました、ごめんなさい、悔い改めます、変わりますと。それやっと彼ら変わりました。はい、ですから16節、彼ら自分たちの力、異国の神々を取り去って主に仕えた。はい、彼らは本当に偶像を捨てました。そして神様に仕えることにしました。そしてそれを見た神様はイスラエルの苦痛を見るのを見るに忍びなくなったと。まあ、どう言いましょうか。神様は簡単に騙される人なのか、あれが神様というのはすごくカジュアルな人なのか、あんなに怒ってたのに、いやもうお前はもういいとなってたのに、もう偶像のとこに行けよとなってたのに、なのにイスラエル人たちが神様に立ち返った時、悔い改めたらすぐに神様はすぐに彼らの方を向きました。最初神様すごい怒ってました。しかしひとたび悔い改めてあなたは変わるなら、神様すぐにあなたを救う方法をすぐに思いつきます。いや子供との関係と一緒ですよ。時々私たちは子供を怒ります。すぐに子供を叩きたいなと思います。でもいやパパごめんなさい悪かったよと言うと、もうすぐに許します。そしてすぐに彼らに言います、いやもうやらないでねと、はい、じゃあ一緒にご飯にしようねと、はい、それが親の道です。神様はそういう人なんです。私たちはひとたび悔い改めるとき、神様に立ち返るとき、神様は私たちのところに戻ってこられます。はい、では私たちの問題は何でしょうか。はい、困難なときだけ簡単に神様のところに私たちは戻ったりします。ひとたび苦難が去るとすぐに自分のやりたいことばっかりやるようになります。ですからこう言います。行動を伴った悔い改めだけが神様の怒りを鎮める。そうですね、行動を持って悔い改めるとき、この悪いサイクルがやっと壊せます。はい、どのようにこの悪いサイクルから抜け出せるか、これは主の前で悔い改め続ける、それだけです。もうこの道しかないんですよ、抜け道は。はい、短い悔い改めは短い平和しかもたらしません。ですから神様にしっかりついていかないといけません。神様に助けをいつも求め続けましょう。それ理解しましょう。はい、どのような人間なのか自分が、はい、自分をチェックしないといけません。大変な時だけ神様を自分は掴んでるのではないかな、平和な時はどうしてるか、平和の時もちゃんと神様を掴んで神様を追いかけているかどうか、失業した時だけ、仕事がない時だけディボーションに来るとか、まあディボーションに来るのはいいことですよ、仕事がない時、うまくいってない時にディボーションに来るのはいいことですよ。しかし仕事をひとたび得たら、あもうディボーション行かないと、そういう意味じゃないですよ。もうモーニングディボーションに出席するために毎朝毎朝教会に出席しないといけないとまでは命令しないですよ。そこまでは言わないですよ。朝起きたらあなたでは何を考えてますか。神の言葉を思い巡らしてますか、それとも自分の仕事のことばっかり考えてますか。あるいは自分が達成したいこと、このことばっかり考えてますか。こういう、はい、こう何を思ってるか、これがあなたの将来決めます。はい、私たちの人生が獅子の時代のようになってしまいます。
はい、どん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 下へ下へと悪いサイクルになっていきます。はい、私たちはちゃんと目覚めてるでしょうか。悪いサイクルを通ってからやっと神様にも立ち戻るでしょうか。神様に合わせるようになるでしょうか。そしたら上に上に上がっていきますよ。はい、苦難や困難を私たちをね、神様に近づけるでしょうか。もっと神様を知るようにさせるでしょうか。大変なことがあっても私たちは神様をつかむでしょうか。私たちの危険危ない時、神様を助けてくれます。平和な時、もちろん神様は私たちを助けてくれます。私を引き上げてくださいます。ですから、はい、どんな時もいつでも神様を覚えないといけません。神様が私たちにやってくださっていること、これをいつも求めましょう。はい、大変な時だけではなく平和な時も神様を皆さん求めましょう。はい、それでは神様のもとに行きましょう。それでは主を礼拝しましょう。主をどうか助けてください。主は心からあなたの前で悔い改めることができるように助けてください。主をどうか助けてください。主をもっと真心からあなたのもとに行けますように。ただ礼拝の時だけあなたのところに行くのではなくて、いつでもあなたのもとに行きます。あなたについていきます。主よ、私たちの心をあなたに捧げます。私たちの人生をあなたに捧げます。主よ、どうか助けてください。あなたのもとに来ることができるように、いつもついていくことができるように助けてください。聖霊様を呼び求めましょう。聖霊様助けてください。主あなたを追い求めます。主助けてください。
本当に悔い改める悔い改めることできますように。皆さん手を挙げてください。誠と霊で主を礼拝しましょう。主、私たちあなたを追い求めます。声を上げて祈りましょう。聖霊様、感謝します。霊の中に入って礼拝しましょう。主、賛美します。あなたを賛美します。あなたを礼拝します。兄弟姉妹の皆さん、今声を上げて主に賛美の捧げを捧げましょう。主は毎日私たちの中におられます。毎日私たちの人生におられます。自分の聞こえる声で主を褒めたたえましょう。私たちの賛美、主の御前に登っていくように。主、あなたは賛美します。あなたは王の王、主の主です。私たちの人生の中で、私たちの家族の中で、マークプレイスの中で、あなたは 王です。あなたは約束を守られる方です。私たちいくら弱くても、ずっと顧みてくださいます。ずっと支えてくださいます。主、あなたは人々の父です。私たちを愛してくださる方です。あなたは約束が
なくすることはありません。主賛美します。今朝私たちあなたを見舞いに来て賛美します。あなたはふさわしい方です。賛美にふさわしい方です。主をもっとご臨在、私たちと共にご臨在ありますように。主、私たち常にあなたに賛美できるような人生を守ってください。主、毎日私たちの中におられること感謝します。あなたの愛は変わらないこと感謝します。兄弟姉妹の皆さん、今日御言葉を通して主がとっても愛してくださることを語ってくださいました。私たち毎日目を覚めるときに、あなた何を考えているんでしょうか。毎朝あなた目を覚ますとき、神の働き、神の御業を覚えるなのか、自分のことをばかり考えているでしょうか。主はあなたの人生にどのように占められているでしょうか。私たちの人生に、今日のあなたの人生に、あなたは何を考えているんでしょうか。私たち神様の御業を考えているでしょうか。それとも毎日自分のことばかり考えているでしょうか。私たち何を重視しているでしょうか。自分のことでしょうか、神のことでしょうか。皆さん、霊の中に入って自分の心を探り見ましょう。私たちはどんな状況なのでしょうか。神様は一体どこにおられるんでしょうか。主よ、私たち弱いものであることを認めます。毎朝起きるときに、あなたのご臨在を思うことはありません。あなたの御言葉も思うことはありません。あなたがかつてどのように私たち人生を導いてくださったか思いません。朝起きて私たち自分のことばかり考えます。自分の目標を追い求めています。毎日忙しくて困難な中で切ってしまいました。子供の世話だとか、自分の仕事だとか、その中に忙しくて、神、あなたはどこにおられるか私たちは考えません。私たちむさぼりの中にあり、たくさんの偶像があります。私たちの心はもっともっとお金稼ぎたい、そして自分の生活にもっともっとたくさん欲しいと、私たち心にはたくさんの恐れがあります。私たちの安心感、神に、主なる神に置くことはありません。私たちいつも足りないと思っています。いつも世の中のものを追い求めています。主、許してください。あなたの供給、私たち信じませんでした。あなたから進み地あることを私たち信じませんでした。主、あなたに立ち返ります。あなたに立ち返ります。
御国を先に求めて、あなたの義を先に求めてれば、すべてのことを与えられます。主、感謝します。今日の御言葉を通して、イスラエル人はトーラとヤエルのが獅子の時代に45年間彼らは苦しみもなく祈りもなく神もいなくなりました。神様のご臨在、神様の霊もなくなりました。彼らは自分のことに終始しました。主の目には彼らは何の技もありませんでした。彼らは主なる神を追い求めませんでした。45年間、たった45年間そのまま去ってしまいます。そのまま去ってしまいました。彼らは神の導きありませんでした。彼らは平和の中で主の目に悪であることを行いました。もろもろのバールやアシュタロンテ、アラムの神々、シドンの神々、モアブの神々、アモン人の神々、ベリシテ人の神々に仕えた。こうして彼らは主を捨てて主に仕えなかった。主の怒りはイスラエル人に向かって燃え上がり、主は彼らをベレシテ人の手とアモン人の手に売り渡された。そしてその時イスラエルの子らは主に叫んで、彼らはその間イスラエル人を打ち砕き、18年の間ヨルダン川の向こうキルアテにあるアモン人の地に行ったすべてのイスラエル人を虐げた。その時イスラエルは大変な苦境に立たされた。その時イスラエル人は、イスラエルの子らは主に叫んだ。私たちは罪を犯しました。私たちの神捨ててバールの神々に仕えたのです。主はイスラエルの子らに言われた。私はかつてエジプト人にアモン人にベレシア人から、そしてシドン人、アマリク人、あなた方を救い出したのではないか。しかしあなた方は私を捨てて他の神々に仕えた。だから私はこれ以上あなた方を救わないと。私たちは平和の中で主から離れてしまいました。聖霊様、私たちを照らしてください。主、あなたは私たちの弱さをよくしておられます。主、あなたは私たちの弱みよくしてくださいます。聖霊様、導いてください。私たちを導いてください。私たちは呪いの中にいたくないです。聖霊様、導いてください。私たちの中に働いてください。私たち今何を掴んでいるでしょうか。あなたの目に喜ばないものを何を掴んでいるでしょうか。聖霊様、私たちの中に入ってください。
私たちの心に聖霊様入ってください。聖霊様、あなたはここにおられることを私たち知っています。悔い改める心を与えてください。形だけではなく形だけで罪を告白するだけではなく、主よ、もう一度私たちの心に来てください。教会に来てください。主よ、あなたを呼び求めます。私たちは平和の中で堕落していきたくないです。主、助けてください。私たちはもうバイブルスクールの生徒になりました。私たちは悪循環の中に堕落していきたくないです。主、助けてください。私たちのむさぼりを取り除いてください。聖霊様の刑事の罪、私たちの中から取り除いてください。聖霊様、あなたを歓迎します。イエス様、歓迎します。天のお父様、今日の御言葉を与えてくださったことを感謝します。私たちの人生に、家族の中でどのようにその 悪循環を打ち砕くことができるでしょうか。それは誠に悔い改めることです。行動と伴い悔い改めです。そしてあなたの怒りは静まることができます。聖霊様、ここにいる兄弟姉妹、そしてオンラインの兄弟姉妹にイエス様の皆によって祝福します。今日はたったの始まりです。結末ではありません。終わりではありません。聖霊様、常にあなたの心に照らしていただくように、あなた人生に、家族の中でどういう悪循環あるか、結婚生活の結婚関係が壊れているのでしょうか。人間関係が冷たいのでしょうか。遺伝の病気なのか、恐れなのか、抑圧なのか、原因なしに騙される、あるいは捨てられる、人に捨てられることでしょうか。あなたの家族にはこれらの呪いがないでしょうか。低い状況から低いところへ、イエス様の皆によって、聖霊様の御言葉によって、自分の家族のために祈る、罪を告白しましょう。家族の呪いはあなたの祈りによって呪いを打ち砕くことができます。その呪いは止めることができます。その呪いはあなたたちの月の世代に及ぼすことのないように祈りましょう。皆さんに祝福します。あなたは平和の地帯でも死を呼び求める人、できる人になりますように。あなた人生は家族の光になりますように。人々はあなたを見て神を知りたくなるように、神様をもっとついていきたくなるように、平和の中であなたは光の中で、あなたの家族の中で
輝く証になりますように。あなたのゆえであなた家族は呪いから出てくることができますように。なぜならあなたが神をつかむことがわかるからです。あなたのゆえに家族の呪いは砕きます。あなたのゆえに家族の歴史は変わってきます。アメン。これで今日のモーニングディボーション終わります。